どうも、困った時はロングスローカンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのはもはや冬の風物詩、青森山田ロングスロー問題。先日行われた高校サッカー選手権にて4度目の優勝を飾った青森山田ですが、ひときわ目を引いたのがスタンドで応援するチームメイトの腕の太さ。雪国で鍛えたフィジカルを生かしたスタイルにより貫禄を感じさせるほどの強さを見せつけ、高校サッカー界のラスボスとして君臨しています。しかし現在町田の監督を務める黒田監督によって授けられた殿下の宝刀ロングスローが今年も大きな物議を醸しています。卑怯だ、見ててつまらない、ルール上問題ないから文句を言うのはおかしい、といった具合で感情と論理の決して混じり合わない不毛な議論の季節がやってまいりました。今回は青森山田だけでなく高校サッカー界でバズりまくっているロングスローへの様々な意見を紹介していきます。悲願の初優勝を果たした2016年度を皮切りに、以降の8大会で4度の頂点に立つなど圧倒的な強さを誇る青森山田ですが、毎年のようにロングスローに対する是非をめぐってサポーターや解説者、プロの選手たちからも声が上がり、年々その議論は過激さを増してきています。そして昨年12月に行われた東西のアンダー18プレミアリーグ王者が激突するファイナルで、サンフレッチェ広島ユースと青森山田が相まみえると、一つのプレーがまたしても大きな議論を呼びます。高校生世代の最強チームを決める戦いは、青森山田が1点を追う後半45分に青森山田の選手がロングスローをゴール前に入れると、キャッチしようとした相手キーパーと飛び込んできた青森山田の選手が接触、ボールは衝突により体勢を崩したキーパーの手にわずかに触れると、そのままゴールへと吸い込まれていきました。スローインからの直接ゴールは認められていませんが、審判はキーパーの手に触れていると判断してオウンゴールの判定。しかし青森山田の選手がキーパーと接触したとして広島ユース側は猛抗議しましたが、認められずにゴールの判定となりました。そして広島のオウンゴールで追いついた青森山田は直後に勝ち越しゴールを決めて日本一の栄冠に輝きました。この結果を受けて広島側は判定に問題があったとして JFA に質問状を送付。 JFA 審判委員会は青森山田のファールと判断できると回答し、反町技術委員長も見て明らかだと思う、私が見てもあれはリアルタイムで見てもなんとなくわかるし、実際青森山田はキーパーの前にああやって選手が入るプレーで何回もやっているんだよね、実はあれだけ初めてやっているわけではないとの見解を示し、 SNS 上では心ない一部のファンから選手への誹謗中傷にも発展するなど大きな波紋を呼びました。この騒動を受けて青森山田の10番を背負う柴田玲は、あの試合で広島が勝っていたらあそこまで反響が広がることはなかったと思う、後半終わる頃にかけて自分たちの試合でしたし、そこで自分たちの圧に押し負けたのが広島、ああいう形での得点はあったけど勝ち方戦い方で上に立ったのが自分たち、あの批判は聞く耳を持たなかった、批判されるのは山田としては慣れたこと、勝負の際のところで勝ってきているのでそこは素直に強さを認めてほしいと語り、青森山田のロングスローを担う小沼も、自分は全く気にしていませんでした、注目されれば叩かれると自分は思っているし、チームとしてもまた言ってるよといった受け止めでしたと、キーパーへの接触に対しての言及はなかったものの、幼稚な批判に対して大人な対応で冷静に受け止めました。そして今回行われた選手権でも青森山田が頂点に立ちましたが、ロングスロー一辺倒というよりは局面局面での球際の強さや、試合終盤になっても落ちないスタミナを生かしたダイナミックなプレーで優勝を勝ち取りました。その激しいプレースタイルから批判を浴びることもありますが、今大会警告を呼び退場処分がゼロでフェアプレー賞も受賞しています。そして優勝を果たすとロングスローを担った小沼は、ロングスローだけじゃないぞっていうのは証明できたと思っている、今大会ロングスローからの得点はおそらくない、叩いてくる人はいるけど全然自分は気にしていない、死ぬ気で努力してきたからこそここにいると自負している、注目されると叩かれるのはつきものだと思っているので、まあ叩いているやつらは黙っとけみたいな感じですねと、少しお口が悪くなってしまいましたが、それほど多くの批判にさらされてきたのかもしれません。さらに決勝で敗れた近江の前田監督は、青森山田の強さについて、初めてテレビ越しじゃなく実際に山田さんを見せてもらいましたけどマジで強かった、
かった。ただ単にロングボールとロングスローが脅威のチームじゃないですよ。覚悟を決めて雪国へ行って日本一を取るという断固たる決意が山田の子供たちにはある。何かいろいろと言われていますけど、代替わりしても強くあり続け、毎年のように決勝まで来るじゃないですか。伝統の積み上げがあるんでしょうね。山田の子供たちが実践しているのは突き詰める作業。僕らも負けずに突き詰めていきたいと語り、正面から敗北を受け止めました。そして今となってはロングスローは青森山田の専売特許というよりは高校サッカー全体に根付き始めており、開幕戦では広島国際学院が早実を相手に試合を決定づける2点目をロングスローから決め、名古屋は日照学園との1回戦、前回王者岡山学芸館との3回戦、さらに準々決勝の市船戦でもロングスローから得点を演出しました。他にも準決勝で PK 戦の末に青森山田に敗れた市船は、むしろ青森山田よりも多くのロングスローを投じるなど、高校サッカーにおいてロングスローがバズりまくっており、このスタイルの是非が問われています。ここからは高校サッカー界を席巻しているロングスローに対する様々な意見を紹介していきます。無名の選手たちを集めた創設3年目で選手権の兵庫県予選で決勝まで進み、1期生の中から2人のプロ選手を輩出した相生学院高校の上船総監督は、このロングスローが飛び交う現状について、地区大会からロングスローを使わないチームを探すのが難しい状況です。しかもロングスローが結果を左右してしまっている試合も少なくない。しかしロングスローが効果的なのはディフェンスが未熟な高校の大会だからです。ワールドカップでもロングスローを取り入れているチームはありましたが、そこからビッグチャンスにつながるケースはありませんでした。ボールがタッチラインを割るたびにロングスローを使うようなチームは大抵がロングキックとハイプレスをセットで使っています。長いボールをディフェンスラインの裏をめがけて放り込む、つまり蹴って走ってセカンドボールを拾う、そんな偶然性の高い攻撃でも相手の守備力が発展途上の高校生だとミスが起こり得点が生まれる。でもしっかりと浮き球の対応や処理ができる成熟したプロの世界などではめったにチャンスに繋がらないわけで、この戦い方に未来があるとは思いません。育成年代では濃密な実践経験をこなしていくことが大切です。ところがロングスローをする場合は投げる選手が決まっているので、わざわざ逆サイドからやってきたり、滑らないように布でボールを拭いてから助走をつけたりして始まることもあります。そうなると1回で40秒から45秒、中には1分間近くも要することもある。もしこれが10回も繰り返されれば10分間近くも実際のプレー時間が削られます。一般的にスローインの場面では投げるところが見つからなくて、時間がかかると遅延行為で警告を受けますが、どんなに長い間迷っているようでも20秒から30秒程度なんです。それに対しロングスローの準備には倍以上の時間をかけているケースがあるのに、なぜ遅延行為とみなされないのか理解に苦しみますと、プレータイムが短くなる点や育成の観点から疑問を投げかけました。この育成に視野を向けた意見は多く出ており、現在南葛 SC の監督を務める風間監督も育成年代の現状について、日本が育成大国になるには勝利至上主義は弊害だと思います、高校選手権で勝つことだけが指導者の名誉だったら、そのために選手を集めたら話が違う。それは J ユースでも同じ。高円宮杯で勝つことが指導者の評価基準になったら子供たちのためにならない。誰が育てたとか、どこのチームが育てたとか、そんなことはどうでもいいんですよ。ロングスローは得意な選手がいても、他の技術が基準を満たさなければプロにはなれない。ロングスローの練習で他の技術を磨くのがおろそかになったら本末転倒だと思います。と高校年代のその先を見据えた見解を示しました。そして海外の育成に目を向けると、カタールワールドカップに出場した32カ国の中で最も平均身長が高かったセルビアでも育成年代でのロングスロー指導はありえないと言います。かつて清水エスパルスを天皇杯制覇に導いたセルビア出身のゼムノビッチは育成年代のロングスローについて、勝つために手段を選ばないなら確かに大きな選手をペナルティーエリア内に置いてロングボールを入れてこぼれ球を狙う、それは一番簡単な方法です。しかしセルビアではサッカーを芸術だと捉えています。18歳以下ではチームの勝利より何人がプロに進んだかという内容が重視されますと、将来性を考えて結果よりも内容に目を向けています。
さらにドイツの S 級ライセンスを持ち、ビーレフェルト時代にはトップチームのヘッドコーチとユース監督を兼任した鈴木亮平は、ロングスローが席巻する高校サッカー界の現状について、本来最も成長していくときにロングスローのトレーニングなどに時間を割かれたのでは、選手たちにとってこれほど迷惑なことはありません。3年間というスパンで結果が求められる、学校スポーツの歴史の中で生まれた悪弊でしょう。勝てば学校の知名度や偏差値が上がる、すでに目的がサッカーの向上とはかけ離れてしまっています。欧米でも南米でもいい選手が現れれば、途中でビッグクラブへ移籍していくのが当たり前ですからね。それぞれの年代で何が必要なのかを精査して講義が構成されるわけですが、ユース年代までは技術や戦術が優先されるので、コンディショントレーニングも入ってきません。現在ドイツではタスクフォースが結成されて今後の方針を検討しているわけですが、ドイツサッカー連盟は刷新された方針を全国のクラブに伝達する、そして各クラブの下部組織で権限を持つコーディネーターが指導者の橋渡しをするわけです。例えば抜擢した指導者がロングスローやキックアンドラッシュのように目的から外れた指導をすれば、コーディネーターがクビになります。育成年代でのロングスローのトレーニングは調べるまでもなく絶対にやっていない。と国全体で目先の勝利を追い求めることよりも、プロとして通用する選手を育成していることを明かしました。元日本代表の栗原はロングスローに対する批判について、ロングスロー禁止の主張はナンセンス、テクニック戦術の一つだし、ロングスローがあるからこそ高さのある選手を使うことにもなる、サッカーはいろんな戦い方があるから面白い、今はつなぐサッカーの方が主流でそちらの方が人気があるかもしれないけど、どこまでがロングスローなのかともなる、ヘディングの重要性もなくなるし、テクニック重視になって選手の個性がなくなっていく懸念もありますと、ロングスローがあるからこそ多くの個性や戦術が生まれると指摘しました。他にもセレッソや湘南で活躍した下村は、例の試合を引き合いに出して自身の X を更新、青森山田のロングスロー、ロングスローを禁止すべきっていう議論は無意味で何ももたらさない、ゴールキーパーを邪魔する選手がいるなら全力でブロックするべきだし、防ぐためにもやれることはあるはず、ロングスローもロングキックもサッカーはサッカーなので、とロングスローの禁止を唱える声に対して否定的な意見を投稿しました。そして逆張り辛口おじいちゃんことセルジオエチゴもこのロングスロー論争に参戦すると、ロングスローは一つの武器ですね、投げられる選手がいれば使えるし、結果を出していたらいいと思います、ただ大人のプロの世界でロングスローが武器となって攻撃の起点になったようなニュースは世界中どこにもないんです。古い話では国見高校もロングスローで結果を出していました。特に高校サッカーには多いですね。ただ高校サッカーでロングスローをやって、 J リーガーになってロングスローが続かなければ意味がないと思います。最終的に結果の出るか出ないかはゴール前で受ける人の質やレベルが高いか低いかだと思いますけどね、とプロでロングスローが武器になったことは世界中でどこにもないと語っておりますが、過去にはプレミアリーグでロングスロー旋風を巻き起こしたチームがありました。0809シーズンにプレミアリーグに初挑戦したストークは、やり投げの学生チャンピオンになった経験を持つデラップの長距離スローインを戦術の中心に据えてプレミア残留を果たしました。その威力は凄まじく、人間発射台と呼ばれるデラップはさながらフリーキックのような鋭い弾道でボールを放り投げ、多くのゴールを演出。190センチを超える選手が8人もいたストークのロングスロー戦術は猛威を振るい、チームが開幕から記録した13ゴールのうち実に7ゴールがデラップのロングスローから生まれました。そしてストークの本拠地ブリタニアスタジアムはルール上許される最小限のサイズにまで意図的に横幅を狭めており、そのこともデラップのロングスローの有効性を高めていました。しかしその戦術に対して批判する声も多く上がっており、アーセナルのベンゲル監督はラグビーチームでありアンチフットボールだと非難し、スローインを廃止してキックインを採用することを提唱するなどルール変更を訴えていた過去がありました。このようにロングスローに対する様々な意見がありますが、やはり一発勝負の高校サッカーにおいてロングスローは大きな武器となるので、これからもルールが変わらない限りは今後も議論が繰り広げられるでしょう。みんなはどう思う？というわけでいかがだったでしょうか。ロングスローにおける様々な意見を紹介させていただきましたが、皆さんはどう思いました？まあよくあるのはね、まあ、ルール上問題ないからこう文句言うのはおかしいみたいな、まあ、そうですよね、まあ、選手とか、まあ、監督さんにね、まあ、ルール上問題ないことをねこう批判するのはね、僕もそれはちゃんちゃらおかしいと思いますし、もう門違いだと思います。
ただルール上問題ないからこの話はおしまいっていうのはちょっと思考停止なんじゃないかなとは思いますね。まあ、ルールがね、まあ、完全に合ってるわけじゃないですし、まあ、サッカー界なんてね、まあ、ちょこちょこルール変わってますからね。今なんてあれですよ、ブッフォンが、まあ、今のキーパーはちょっとでかすぎるからゴールマウスちょっとでかくしてもいいんじゃないみたいな、そんくらい大胆なこと言ってるんでね、まあ、ルールに対して、まあ、こういう風なのがいいんじゃないってこう議論するのはすごく大事なことだと思います。で、今回このロングスローに対してこの肯定的な意見とか否定的な意見とかを僕ちょっといろいろ集めさせてもらったんですけど、まあ、この2つの意見をディベートと捉えて僕がいろいろ見た中でジャッジするとするならば、ちょっと肯定的な意見弱くないって思いました。まあ、僕はロングスロー素敵やんとは思いますよ。ただぶっちゃけね、これロングスローを肯定派の方がこう称賛されがちですね。はい、なんかこう子供たちの見方とか新しいこう文化とかこう戦術をこう受け入れてる許容力があるみたいな感じで、ということでね、そこら辺がちょっと称賛されがちですし、まあ叩かれづらいんですけど、まあ、ほとんどの YouTuber いろんな人見ましたけど、まあ、ロングスロー肯定派が多かったです。ただね、ちょっとロングスロー肯定派で僕ちょっと多いなと思った意見が、まあ、ロングスローをこう対策することによって成長するやんと、可能性が広がっていくやん、空中戦も強くなるしって言ってたんですけど、その時間いるかな。それやったらクロスを上げてもらって跳ね返す対策した方がプロになる子とかもおるし、あんまプロでロングスロー使われてないんだったらそっちやった方が良くない？成長を語るんやったらわざわざロングスローだけの対策、まあ3年間しかないですよ高校生、その貴重な時間を使ってロングスローの高校しか使わないこの技術を使うよりもクロスとかの空中性を上げた方が僕は成長につながると思いました。あとこうロングスローをこう準備することによってね、こうタオルで拭いたりしてこう時間稼ぎというか、それでプレイ時間が減っちゃうっていうことについての反論するロングスロー肯定派の意見は残念ながら見られませんでしたね。見つけられませんでした。ちょっとそこら辺どう思ってるのか気になりますね。あと中田秀が言ってたんですけど、もう最近もうサッカーつまらんし見らんと、なんか昔はねこうファンタジー想像力あふれるプレーがいろいろあったけど、もう今はちょっとアスリート能力そっちを重視するサッカーだからもうあんまし思んないって言ってました。まあ、そういうね、僕感情論めっちゃ大事だと思います。結局スポーツなんでね、何をね見て面白いかっていうのは人それぞれありますし、まあ、正直サッカーなんてこう手を使わずに足だけでやろうって言うからおもろいわけじゃないですか。で、それでまあそんなに点も入りませんよ。まあ1点とか2点、もしくは 0-0 で終わる試合もあります。その中で手を使って俺やって投げて1点入って勝ちってのは、まあ、僕はロングスロー素敵やんと思いますけど、こうライト層の人とか見たらちょっとこれどうなんて思う感じも正直わかりますよね。なんでこっからね、今はこう高校年代だけでやってますけど、もしかして中学生も小学生も、もう公園でサッカーやってる子もみんなロングスローの練習してたら、これまたどんな議論になっていくのか気になりますけどね。こう文化として、こう日本はロングスローで行くんやつって許容されていくのか、さすがにこれちょっとやりすぎやろって言ってルールが変わるのか、ここら辺がちょっと気になりますので、皆さんの考えを聞かせてください。皆さんはどう思いますか？あとこれちょっと気をつけてほしいのがね、こういう話をすると、逆の意見を見つけた時にブチ切れる人が必ずいるんで、落ち着いてください、座ってください、水飲んで座ってください、深呼吸してください。はい、皆さんみんな仲間なんでね、仲良く楽しく議論しましょう。というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。このチャンネルでは皆さんに楽しんでもらえるために動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。ロングボール素敵やん。